こんにちは、皆さん、都市じいじです。今日も自然の中でジビエたちの生態体を観察していきます。これは2022年10月20日の出来事です。早朝6時前です。出勤前に何やらガサガサ音がするので、音がする方向を確認したら柿の木が揺れています。よく観察したら木の上でアライグマが2匹一生懸命に柿を食べていました。明るい時間に夜行性のアライグマを見たのは初めてなのでいます。この地域は豊かな生態系で知られており、様々な野生動物たちが生息しています。一緒に探検していきましょう。今回注目したいのは食肉目、別名猫目、アライグマ科のアライグマです。アライグマは北中米原産の外来種です。当初はカナダやアメリカからペットとして持ち込まれたアライグマは、80年代頃から野外に逃げ出したり、飼い主が話したことで野生化、平成17年には外来生物法で特定外来生物に指定されました。アライグマは、国内では天敵となる大型肉食獣が存在しないため増加率が高く、短期間に急増する傾向が見られます。全国に分布しています。特定外来種とは、本来の生息地域外に持ち込まれ、その生態系や在来種に対して悪影響を及ぼす可能性がある種のことを指します。アライグマが特定外来種とされる理由の一つは、彼らが積極的に人間の生活圏に進出し在来の生態系に影響を与えることがあるためです。アライグマが持ち込まれた地域では以下のようなような問題が生じる可能性があります。 1. 生態系への影響。アライグマは本来の生息地域外でも繁殖力が強く在来の生態系において競合や捕食の影響を与えることがあります。これが地域や生態系に生息している生物の種類やその組み合わせに対して脅威を与えることがあります。 2. 害獣としての影響。アライグマは農地や都市部に進出し、家畜や家庭のゴミ箱を漁ることがあります。これが農業被害や都市生態系への悪影響をもたらす可能性があります。 3. 病原体の拡散。アライグマは狂犬病や寄生虫を媒介することがあり、これが在来の動物や人間に感染を広げる可能性があります。これらの理由から日本ではアライグマを特定外来種として管理し、駆除や制御の対策を行っています。特定外来種は原則として使用、運搬、譲渡、輸入等の行為が禁止されています。特に野外へ放つことは重い罪になります。アライグマは狩猟鳥獣に指定され、狩猟により捕獲することが可能です。また各市町村窓口で許可を受けることで外来生物法に基づく捕獲が可能となります。アライグマは非常に気性が荒く攻撃性が高い動物ですので、迂闊に近づいた場合に噛まれてしまう恐れがあります。そういった場合に狂犬病やレプトスピラ症のような大変危険な病原菌に感染する可能性があります。いずれも致死率の高い非常に危険な感染症です。狂犬病はワクチン接種をしていない場合ほぼ 100% 死に至ります。顔の特徴。アライグマの特徴的な外見の一つは目の周りにある黒いマスクです。このマスクがまるで仮面をかぶっているように見えることから、全卓グマとも呼ばれることがあります。音体も、アライグマは太い毛とふさふさとシマは太い毛とふさふさと舌を持っています。尾はしばしばシマ模様があり、全体的な体毛の質感は灰色や褐色を帯びています。手の器用さ。アライグマは手が非常に器用で指を持っています。これにより物を掴んだり食べ物を持って食べたりすることができます。この特徴的な手の形状は彼らが巧妙な捕食者であることを示しています。食性。アライグマは雑食性で、果物、昆虫、小動物、魚、鳥の卵など様々なものを食べます。都市部でもゴミ箱を漁ることがあり、非常に適応力がある生態を持っています。水辺の生態。アライグマは水辺での生活に適しており、泳ぎが得意です。食物を洗うという特有の行動から洗濯グマと呼ばれることもあります。これは食物を水で洗ったり手を洗ったりする様子がまるで洗濯をしているように見えるからです。夜行性。アライグマは一般的に夜行性で夜間に活動します。暗い環境で活動することで天敵から身を隠しやすくなります。これらの特徴はアライグマが異なる環境に適応し多様な生態系で生息するのに役立っています。アライグマは灰色や褐色の体毛を持ち、特徴的な顔には白い斑点模様があります。その目の周りには黒いマスクがあるのが特徴的で、これがまぶたの模様がついていると形容されることもあります。今日のジビエ観察は越されることもあります。私は2023年7月に狩猟免許を取得しましたが、
この動画を撮影している時点ではまだ狩猟者登録が完了していないし、この時点ではまだ狩猟期間も始まっていないので、ここに映っているアコアナ和有害鳥獣駆除の許可証を取得して願いし、設置していただいたアコアナです。アコアナを使用するためには罠猟免許が必要となる。罠とは箱型の檻の内側に薪を置いて野生動物をおびき寄せ、罠のトリガーを踏んだり押したりすることで入り口の扉が閉まる仕組みの罠です。今回は豊富にある柿を毎晩20個ほど置いてあげて食べ放題の環境を作ってあげました。他にも彼らの好物。今日のジビエ観察はここまでです。次回も新しい発見があるかもしれません。チャンネルを登録して新しい動画がアップロードされた際にはお知らせを受け取れるようにしてください。ありがとうございました。